サザエでございます。最近の俺のお気に入りポケモンのティッシュ、躍動感あふれるピカチュウ、少し小さいティッシュ。はい、どうもこんばんは。 KTC 放送局の、店長です。はい気を取り直して、こんばんは。わー、これ、挨拶、ちょっとだんだん最近なんかね、嫌になってきたね、自分が。うん、自己嫌悪に陥る、挨拶してるとき、もうすごい変な汗かくもんね。まあいいや。はい。で、ですね、今日は、またですね、心優しきですね、リスナー様からですね、ファーストタトゥーのですね、レポートが届きました。というわけで、ちょっとそれを動画にしていきたいと思います。ね、ファーストタトゥー、気になる方いっぱいいますよね。前もね、ファーストタトゥーのレポートをいただいたんですよね、リスナーさんから。で、その動画も一回打ったんですけども、ファーストタトゥーって、10人十色じゃないですか。入れる場所、大きさ、ね。あとなんか、みたいなね。まあ、10人十色なんですよ。で、やっぱりファーストタトゥーって、慣れてないので、タトゥーの痛みに。違うんですよね。僕ら今、その、いっぱい入れてちゃってる人が入れるのと、一番最初のファーストタトゥー入れるのと、じゃあちょっとまた感覚が違うので、で、まあ、ファーストタトゥーのレポートをね、いただけたら参考になるよね。これから入れたいなって思ってる人に対して、うん、すごく参考になるかなと思って、前回やったんですね。前回のね、動画がね、割とね、好評で、なんとですね、今ね、再生回数がですね、ペン、1028回、まだ全然行ってなかったわ。あれ、なんか俺勘違いしてた。まあまあ、でも1028回ね、低評価ゼロだからいいじゃないですかね。前回はですね、リスナーさんから、背中のタトゥーのね、待て、これファーストタトゥーじゃねえ。これは違うわ。普通のタトゥーレポートだ。ごめん。これ1028回で。ファーストタトゥーレポートは、あ、そうだ、これだな、スプタンのね、スプリットタンの、ミクさんのね、ミクさんのファーストタトゥーのレポートだ。それが、2072回。まあ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 か。これからもっと伸びると思います。ので、それなりに需要あるのかなと思ってたら、また、なんと心優しきね、リスナーさんがファーストタトゥーのレポートをくれました。おかしいなぁ。おかしいなぁ。怖いなぁ。怖いなぁ。俺、下からこうやって光当てるとそういう感じですよ。まあ、全然関係ないんだけど、今の話。で、まあ、リスナーさんがくれました。タイミング悪い時でこういうふざけるのやめた方がいいな。うん。で、くれました。女性の方ですね、今回も。女性の方からね、なんかもう文字だけでもね、もう俺、もう、嬉しい。本当に。根っからの女好きなんでね。はい。俺、女好きなんじゃないですよ。女性の体が好きなんですよ。うん。立ち悪いの。うん。それで、まあ、いただいて、早く話進めろよ、お前。本当に。バカかって思う、前。で、もらったんすよ。何回俺これもらったんすよって言った、今。まあ、どうでもいいや。で、読みますね。で、この方ですね、溝落ちにファーストタトゥー入れたんですよ。僕もね、溝落ちじゃないんですけども、俺のファーストタトゥーくんがここなんですよね、これ。このジャッカスっていうね、ファーストタトゥーで、ジャッカス入れちゃうっていうね。この、朝先の考えなさがね、僕の人生を象徴してますけど、これファーストタトゥーだったんですよ。2時間、1時間ぐらいかな。うん。まあ、場所が場所だけでちょっと痛かったけど、でもまあこんなもんかなっていう感じだったんですよね。で、今回の方はですね、ここ。ここに入れ、ファーストタトゥーを入れました。これ名前が読めないんですよ。GYUMI。ギュミさんかな。ギュミさんかな。うん、ジュミさんが読めないけど、まあ、ギュミさん、ギュミさんに行こう。うん、まずね、
メッセージ失礼します。先日ケンタ店長さんの YouTube の水落ちにタトゥーを彫っている動画にコメントした。ここは読まない方がいいかね、ここから読まない方がいいよね。うん、ちょっと待った。カルディね、読むよ、うん、読む、読んでいいこれ。先日ケンタ店長さんの YouTube の水落ちにタトゥーを彫っている動画にコメントしたものです。ファーストタトゥー入れてきましたね、かわいい。すっごく緊張したんですが、思っていたほど痛みはなくて、ケンタ店長さんが言っていた通りワンコインサイズでしたので、そう、ワンコインサイズの入れてきたのね、この人ね。ものの5分ほどで終わりました。そんなに長く痛み、この読み方ムカつくか、やめろか。ものの5分ほどで終わりました。そんなに長く痛みが続かなかったので緊張したまま、え、終わりって感じで終わりましたと。うん、痛み的には爪楊枝でグイーって引っかかれてるような感じでしたとね。これ、このものの5分で緊張したまま、え、もう終わりですかっていうこのコメント。これ、ミクさんも同じこと言ってましたよね。うん。だ、最初の頃は意外に緊張してるんで、結構あっという間に終わるっていうね。うん。感覚なんですかね。うん。まあ、俺も確かにそうだったのね。あれ、もう終わりっていう感じだったから、意外にいけるなと思って、次ちょっと一気に5時間の水落ちやったら気絶しそうになったっていうね。うん、で、痛みが強く感じた部分は、サソリの、これサソリ言えたんですよ、この子。うん。サソリの爪の部分ですと。中心より上に移動すると痛みが鋭く感じました。今はもう痛いという感じはなく、なんかスースーしてる感じです。私が入れた位置は、掘られる時に下着を上にずらさなければいけないところだったので、大きめの絆創膏を、チクピにチクピ、なんかね、珍味みたいだけどね、貼っていきましたと。うん、貼っていきました。いったんですね、自分でね。うん、何も上にかけてくれないのかなと不安でしたが、タオルを貸してくださって安心しましたと。ね。結構優しいんですよ。うん。アットホームなんですよね、結構最近のところって。まあ、そういうところじゃない。もう、違うところもあるんだけど。スタジオまで心臓バックバクでしたが、今では思い返すと笑っちゃいます。そんなに緊張しなくてよかったのになって、また入れたいと思いました。というコメントですと。ちょっとね、画像見づらいかもしれないんですけど、お茶のペットボトル倒した。こんな感じの。このやっぱ凹凸を尊ぶ、うん、ね、シビット風に言うとね、このやっぱ凹凸をね尊ぶ、うん、言葉守らない今日この頃、まるでロボットのようにごもっともなんかしかいけ、まあ、やめよう。サソリね、可愛いですよこのサソリね。うん、まあだからこの小ささなんで、ほんとこれぐらいなんで5分ぐらいで、で色も入ってないしぼかしもやってないんで短かったんでしょうね。うん、可愛いですねこういう画像、これしかなくてすみません。かわいいっていう、ね、あれをいただきました。でね、中毒性がありますね、と。その後のコメントで。ああ。そうなんですよ。中毒性があるんですよ。このワンポイントだけしか入れないよって言ったつもりが、ね、俺もそうなんだよ。俺も、ここだけしか入れないつもり言ったら、もうこんなんですからね。こんななっちゃったからね。どないなっとんじゃいっていうね、そこですけども、中毒性があるんですよ。魔力が、うん、ね、うん、サソリ可愛いですね。また入れたいですっていう感じにこの人もね、ギュミさんも言ってますね。ありがとうございます。これ貴重な、うん、ファーストタトゥーのレポート。前回のね、ファーストタトゥーレポートもそうなんですけども、なんかあっという間に終わっちゃう、思っていたよりかあっという間に終わりました、思っていたよりか痛くなかったですみたいなコメントでしたね、前回も今回も。女性はやっぱ痛みに強いんですかね。うん、でも靴、ちょっと靴返すようで申し訳ないんですけども、うん、ここの今コメント聞くと、え、そうなの、全然痛くないかも、ラッキー、超余裕行こうみたいな感じで行って、めっちゃ痛いやんけって言われても困るんで、僕が連れてった女の友達は、あと足のここね、ここにこう入れたんですよ。それもものの10分20分だったけど、もう二度とやらないって、痛くて、もうこんな痛いのを我慢できないって、もう二度と行かないって言ってましたね。その子トラガスとかも、前も言ったけど、トラガスとかもビアス空いてるのにもかかわらず、タトゥーの痛みは苦手だって、うん、言ってました。なんで人それぞれ個人差があるんですね。あとやっぱ痛い部分と痛くない部分でまた全然変わってくるんで、まあ、一概には言えないんですけども、まあこういうね、レポートもありますよと。うん、まあそういうなんかいろんなね、レポートを聞くと、まあ
糧になるっていうか、うん、大丈夫かなって思える人もいるかなと思ったんで、でまあちょっと動画で紹介させていただきましたね。せっかくレポートいただいたんで、でこれ結構ね前にもらったんですよこのレポートを。実はでも全然動画撮るタイミングがなくて、もともと撮りためしてた動画をね最近放出してたんで忙しくて、で今回やっと撮れる、ちょっと、今こう1時間ぐらい時間が空いたんで、トレーニング前なんですけど、ちょっとこれだけ撮りたかったんで、はい。でこの後僕トレーニング行くんで、外にね行く前にちょっとトレーニング系の動画1本撮って、目の体操、目の体操。はい、関係ない。ね、そう、トレーニングしたいと思います。まあ、こんな感じで、ファーストタトゥーのレポートとか、まあ、タトゥー系のレポートあれば、全然、Twitter の DM で、バシバシ送ってください。紹介するやつはもう動画で紹介するんで、よろしければ、タトゥーに関するね、レポート、いただけましたら、紹介していきたいと思います。僕ね、最近ほんと時間がなくて、なかなか後回しになっちゃうかもしれないですけども、ちょっと、必ず紹介させていただきますんで、何かレポートとかね、使ってもいいよっていう方がいましたら、どしどし、この辺に送ってくださいね。はい。じゃあ、巻くんで、これふざけないでもう終わります。はい。さよなら。See you next week. バイバイ。